今日はジージャンを使ったスタイリング。ジージャンです。はいはい、なぜかというと、まあ、やっぱ今ジージャン一番便利だなと思ってて、うんまあ、っていうのは、まあ、昼ちょっとやっぱ気温かなり高くなってて暑いから、うん、もう最近のスタイルはもう中 T シャツ で上に G ジャン、うんうん、で暑かったら脱ぎゃいいし、夜気温やっぱ下がるから、うんまあ、そうなった時はやっぱ G ジャンぐらいがちょうどよくて、いいよね、そうだから、まあ、今もう本当 T シャツに G ジャン着るのが毎日一番いいんじゃないかなと思って、ね、ここ最近そんな感じだよね。そうそうそう、まあ、いくつか G ジャン使いながら、うんまあ、こんな感じのスタイリングどうですかみたいな感じでいければなと思うので、う、ね、何より気分だしね。そうそうそう、気分だし、うん、っていうのでちょっと G ジャンをスタイリングしようかなと思います、はい、じゃあ早速いきましょう。はい、はい、うん、5つ、はい、あの G ジャンそれぞれ違う G ジャンでスタイリングを組んだんですけど、うんまあ、色も違うし、うん、形も違うし、うんまあ、だから多分それぞれ見てくれてる人は、うん、何かしら多分 G ジャンぶち当たるんじゃないかなと思って。あ、そうだね、別に前職持ってなくてもいいからね。そう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 、だから何かしらぶち当たったらそれをなんか参考にしてもらえるのかなとか思ったりとか、うんうんうんまあ、あとはなんかああいうね、なんかその着方もそれぞれバラバラだったけど、うん、でもやっぱ一番はやっぱ T シャツに G ジャンでもう OK じゃんっていうところが伝えたいところだから、まあなんかああいう本当に難しくない着こなし、なんかパンツ、T シャツ、G ジャンみたいな感じの着こなしでなんかこんだけ遊べるのかなと思うから、うん、あとタックインするかしないかとかでもね、そうだいぶ変わるよね、うん、なんか出すとさやっぱかなりカジュアルな感じになるし、ね、やっぱこうやって入れてると、うん、ちょっとまあアイテムがカジュアルでキャップとか被ってても、うんうんうん、それなりになんかね着こなしてる感は出るから、うんまあ、そういうところでも調整できるし ね、 そうだね、うんまあ、なんかすごく便利なアイテムだなと思うから、うんまあ、この時期はもう本当にめちゃくちゃ重宝するよね、下をして、うん、そう行こうかなと思うから、うん、もう今ね着れる、そう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 、もう今だからね、一番楽しい時だから、そう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 、ね、もうまあチャンピオンズリーグと一緒だね、お今が一番楽しい時、その話しちゃう、するでしょ。だってもうさ、もうちょうどやっぱベスト4出揃って、そうだね、ね、でもさやっぱレアルしぶとくね、レアルやっぱ CL 強いのよ、強いよね、もうなんかあの勝ち方とかさもういつもレアルそうじゃん、モドリッチが外した時はちょっと焦ったけどね、ネサシ焦ったって言ってたもんね、まあだけどね、最終的にはさあれで勝っちゃうわけでしょ、うん、なんかもうあれ決勝と一緒じゃん、もうレベル的には。優勝ありますよ、あるよね、うん、いやもう俺ほんとちょっとね、もう今回レアル行くんじゃないかなって思ってる、うん、そうだね、だからなんかちょっとそのマンシー負けてちょっと悲しい感情があるから、おー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 、今ネットフリックスでマンシーのドキュメンタリー見て、うん、あの3冠した時のトレブル達成の時のドキュメンタリーでちょっとあの気持ちを補ってるめっちゃいいよマジで、見てない人いたらマジで見た方がいい、めちゃくちゃいい、うん、
っていう、まあ、G ジャンとやっぱチャンピオンズリーグがやばいっていう話で脱線しまくった最後、はいはい、という今日はチャンピオンズリーグ楽しみですね、そうだね、でした、やりすぎだ